本日は青森県横浜町にて開催されている菜の花フェスティバルに行ってきます。それでは出発します。レッツゴー。はい、菜の花畑に着きましたのであっちに行きます。到着しました。ここが、今15日なんですけど、だいたい1週間か2週間ぐらいよくて持つそうです、この 見頃がっていうので。で、多分周り見てもらえればわかるんですけど、結構いろんなところに菜の花畑あるんですけど、個人の所有地なのでここだけ見れるそうなんですよ。中に入って中に入っちゃダメっていうことだったので、そこはお気をつけください。それでは見ていきます。すごい綺麗。あっち側が陸奥湾が見えて、こっち側が山になっていて、すごい開けていて、すごい眺めがいいです。こんな感じでですね、自撮りを楽しむ人も多いみたいです。やっぱ今日土曜日だからお子さん連れとかワンちゃんとかすごいいっぱいいます。すごいね、犬も歩ける花畑ってすごくない？普通なのかな。私横浜町初めて来たんですけど、こんな大自然と触れ合えるっていうの知らなかったので、今日は大収穫です。そろそろ出口です。思ったより奥がありました。はい、こんな感じで横浜町の菜の花畑を見ていきました。今日から1、2週間は見ごろだということなので、ぜひ皆さん来てみてください。本日も動画を見ていただきありがとうございます。まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録お願いします。他にも皆さんにおすすめしたい観光地の動画がたくさん上がっておりますので、またそちらの動画でお会いしましょう。